はいはいえー今日のテーマは何だったんですかまず今日のテーマはい今日フリーアジラジですアジラアジラジの話ねフリーフリーフリーあフリーだったんですかそうですよ最近アジラジフリーが多くて金曜日まあテーマ設けることもあるんだけどアジラジの話はいいですよ二人とも下手だったよねな何が何がなんなんであれ褒め方ですか何ですかあいやいやいや <laughs> おいやめろよ。だからそれ無理かん。ぶり返すのよ。<laughs> 聞いてた。一緒にね。顔がいいですね。っていう褒め方ないですよ。まず女性はどうなの？顔褒められたら嬉しくない。い顔が好きって言われたら嬉しくない。いやおめえに褒められても嬉しくない。<laughs> <laughs> <laughs> そ,もそもそも俺だからっつう話は <laughs> なんとなくそれは予感はしますけど何ね顔がいいですねって褒め方何ねん当んとに何ねんいやこのんのそういうの普通に言うんですよってさこの足がむくんでる日があるとかそういう気遣いも何ねそれそれは俺じゃない <laughs> あいつなんだからそれ聞いた、うん、そこまで考えて褒めるのに悩むって大変ですねいうか二人ともさラジオパーソナリティでプロでやってるじゃないですか 女性褒めるのが下手って致命的じゃないですか。<laughs> <laughs> 今まで必要性を感じてこなかったんですけど <laughs> ちょっと嘘が上手にならないといけない職業じゃないですかいやいや、ままあ、嘘がというよりは右が言うのもなんだけどいやいやいやだいたいあなたも嘘つけないタイプじゃないですか <laughs> それ言ったら不器用かやと思ってねいややっぱ難しいですね<ー>いやでもほら嘘で褒めても心入ってないじゃないですか、はい、いや嘘で褒めようとして失敗してるんですよねうんいや僕は本当のこと言って失敗するタイプですおお 可愛いすで帰っ, <laughs> ってくるタイプだから <laughs> それで僕は別にそれで僕が傷つくのは大丈夫なんですよ慣れてるからただそれを言って相手傷つけちゃったら元もともこもないじゃないですかいや可愛い,いですねって傷つく人はいないよ大丈夫大体「うん、だいたいキモいですね」って言われて自分で傷ついてるだけだし正貴さんが、うん、僕が可愛いいですねっていうことに対しては、うん、向こうはあっ 喜んでくれてはいるわけ。です、ね、まあ、うん、そうでしょうねって。<laughs> あ、まあ、私はそうですけど、あなたに言われる筋合いはないですって。<laughs> ぐさ <laughs> その言い回しがつらい。<laughs> 久々なんですけれども。はい。お元気でしたか?。元気です。めっちゃ元気です。あそう見ての通りです。そうですね。<laughs> なんか。 あれねちょっとおしゃれご安心してますね今日ね <laughs> いやいやこれ夜もこんな格好何回かあるわ <laughs> うん見たことあ,ありますけど今のは褒めただけです、はい、あぐさ <laughs> 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 すぐ間に受けちゃう <laughs> <laughs> あ褒められるのも下手なんですね <laughs> <laughs> そっちの方が経験ないですね <laughs> 上条美希の漂流ラジオ久しぶりです始まり始まり みなさんこんにちは。こんにちは。皆さんこんばんは。こんばんは。まあどっちでもいいなこの時間帯はどっちでもいいよね。あいいと思う。明るい時はこんにちはっていう理屈うん。今人生で初めて聞きました。僕も最近知ったんですよ。誰から聞いたの？あのアナウンサーから聞きました。どのアナウンサー？イラミナ全光？あ違う違う違う。それ母ちゃんだわ。母ちゃんじゃないわ。怒られるわ。危な。本当こう。 あっちババアじゃねえバカ野郎だから言わすなそういうこと私何も一言も言ってない怖怖怖怖いいいい恐ろしいね怖怖怖怖いいいい結婚すると人ってね心が大きくなっちゃってねもうやめましょう進めましょうこんにちはかでもさ言っても時間は6時なわけですからまあねだし気分も別に明るくもないからさあないやもうそれよりも何よりもですよあなたの顔見るのがはい き、まあ、日う偶然見ましたけどキャーって叫びながら車運転してる人がいるから。<laughs> だ,だ <laughs> ここのドイツだと思ったら上条さんだったんです。あけんでねよおめえによって言ってたんだよって言いながらなかなか気づかないからさ、目の前に座ってる人に勘にぶいなと思って、ずっと手振ってたんだよおいっつって。そうだったの？あごめんごめんかたとか気づかなかったですね。叫んでないわ。わとか言うから、まあまあでもご無沙汰してます番組ではね。久しぶりですね。よかったね久しぶりに見れてね。そうそですねそうですね。はい別にま全くの無の状態。 ですけど、まあ、よかったといえばよかったですけど <laughs> なんと18時台6時台にやるのは2回目です、えー、漂流ラジオ漂流させられちゃったラジオ <laughs> はいそうなんですよね <laughs> お相手は上条美樹とイラミナセイキとそしてなんと、うん、最近1,000年の時を超えて、うん、大仕事をやり遂げましたこの方今日もいらしてますどうぞ。<laughs>

すでに汗だくの前田前田さんが五時からいらっしゃいます。前田さんどうですか。あのあの人でも一応一ミリも前田前田らしくはないんですけどね。そうだから来た時俺分かんなくて気づかなかった最初。あの前田前田さんだって。いや気づくでしょ。いやいや本当分かんなかったんですよ。同じ人いないでしょあれ。だからよく考えればそうなんだけど。ずっといるから途中であ。 前田前田さんなんだと思って鈍さよな脳みそ溶けてんじゃないのなんつうこと言いま暑いからな違うよあのねスヌーピーのタオルはい。ミキ持ってるおそろじゃないですか持って来ればよかったけどねやりましたねふわふわしてるんですよね前田前田さんどうですかこの女性を褒めるとき顔がいいですねとかそういう褒め方します 1ミリもしないよなほら前田前田さんでもうんって言ってるよやれや <laughs> 顔を褒めれや <laughs> ということで皆さん今日もよろしくお願いします <laughs> 一回落ち着いたねもう喋りたいことは今で終わりましたからもう僕も今ハートブレイク状態ですから <laughs> いろいろと 2時間あっての今ですかすねいやいいんですよ頑張りますよ久しぶりすぎていろいろ話もあるのかなと思ってるんですけどなんてたって覚えてないもんですからそうなんですよ特にないんですよ昨日のことすら特にどうでもいいんですよそうなんですよで今を生きろって言われても今も特にないんですよないんだよなちょっと絞り出していろいろねそうですね生きたいですねあればなんかあった気がするし森谷さんお元気でしたか 元気です。元気そうじゃないよ。あ、そうなの？うん、日焼けしたものすごく。ああ<ー>。もう2時間も海にずっといたからね。おお<ー>。なんで？あ、普通に立ってた。<laughs> なんでの説明もしてくれない。<laughs> それも問題だよね。<laughs> 2時間ずっと海に立つのも問題だと <laughs>、うん。理由がないわけがないのに。な,<ー>なんで？うん あのね、千年の時を超えていろいろなね好きな依頼をやるためにあそうなんですかまあいろいろその話が気になるわ俺いつもそうなのよそうなのよ私もね一応聞いたとね三分ぐらいに要約したものを聞いたけど意味が分からなかった。 <laughs> うん、だけどねこのラジオの中で話すはずもないとは思っている。<laughs> そのぐらいの話か気になるなでもまあまあ。<laughs> けど一応聞いてみたい <laughs> ちょっとほじくってみようちょっと何かなんか出てくるかもしれないから。じゃあ皆さんこの後もよろしくお願いしますね。メッセージとか何かも久しぶりなのでお待ちしていますよ。よろしくお願いします。一旦 C.M. です。よいよはい。<し>何本当に覚えてないなどうしようかね一応ね。 手帳というものを持ってきたんですよ。<laughs> 何をしたか <laughs>、うん。<laughs> それ以外でも。<laughs> いろいろ。いいけどね。何したかな私はね。最近、芝居も特にやってないしね。お、皆さん、こんばんは。ね。ジーパンも似てると思いきや。違うんだよ、朝と。 うんあうん買った時しか見えないはずだけどえね一回洋服着るとねんかこの外の空気とかねいろんなものが付着してる感じがしてね、うん、夜同じもの着れないわけよ朝の人の吐いた息が私の洋服についてるかもしれないさねややばいやばいい、うん、<laughs> 今日朝ねすごいゲストがいっぱいだったんですよあ<ー>ねあねとあ 川光愛さんが来て宮島さんは普通にふらっとねなんか「眠気みたいな今起きた」みたいな感じでポスターを貼りに来てたんですよ。<laughs> <laughs> だけどあのー、眠いって言ってたけど映画の話した途端にパラ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 って映画,映画男子になってたね笑っちゃったねすごい突然映画の話をし始めるね。 なんか、めぐさんあて、違うか、これは私じゃない。<laughs> <あ>じゃ、じゃ、いくよ。はい、<coughs> 久しぶりだな。

旅人は川のそばでお風呂に入っていましたあー川を眺めながらお風呂に入るのってのもいいもんだなこんにちはえこんばんはえあこんにちはあこんばんはどっちですか <laughs> どっちですかえ川なのかお風呂なのかどっちやりたいんですかあえ、そっちですかどっちですか どっちでもいいじゃないですか。っていうか、あなた誰なんですか。わかりません。えー、川ですか。どっちなんですか。ど,どっちもですよ。ええー。だから、どっちもいいから、川のそばでお風呂入ってるんですよ。心も体も水浸しですね。まあ、うん、まあ、まあ、そうですね。泣いてるんですか。どういうことですか。<laughs> はあ、同じですね。あなた誰ですか。誰ですか。わか,からないんですか。前はね、私自分が誰なのか分かってたんですよ。今は。わからないんです。どういうこと。 生きてるのか死んでるのかわからないんですよあ<ー>どっちですかどうしようどっちがいいですか <laughs> ななに何がですか私が生きてるのと私が死んでるのとどっちがいいですかもうな,なんでですか僕はあなたのこと知らないんですしいいじゃないですかよくないですよいいですよ自信持ってあなたが決めてください私生きてるか死んでるかどっちか、まあまあまあ、どっちでもいいですよ <laughs>、まあ、それよりもそこにいたらもう邪魔なんで もう出てください嫌です、うん、人が生きてるのか死んでるのか聞いてるんですよあなた人じゃないでしょう<あ>人じゃないですよあ気づかなかったんですかいや気づいてますけど、えー、いいじゃないですかどっちでもどっちなんですか何これ <laughs> 生きてるのか死んでるのか何をもって決めてるんですかあなた生きてるんですか <laughs> 僕生きてますよ 「のし人生だったといって」「のぼっていきたいにの橋。ちゃんちゃん」「何度も生まれて何度も死んでい,い お送りしている曲は東京事変でブラックアウトです、はい、この曲を選曲した理由を、うん、教えていただけないかなとお答えしましょう、はい、いい曲がなかったからです <laughs> 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 リンゴの歌だったので最後ははははいいいい。でリンゴにかけたものを探したんですけどリンゴってやったらなぜか東京事変があのシーナリンゴのせいで <laughs> あ<ー> <laughs> ブンワー出てきましてそういうこと ね、はいその中で目についたのがこの曲だったんです。なんかこの曲好きですよ。あ本当ですか。ああかったです。今日もね。あそう。うんうん、じゃあいい曲さ。あ<ら>自信を持って流そうよ。上条さん。はい、顔が好きです。気持ちは <laughs> 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 あるわ。あやっぱだめだわ。お前さ。おめ。 ないし、言うタイミングも下手だわ。マジか？え？今バッチリなタイミングだと自分では思ってる。あのバッチリ嫌がるタイミングで言ってる。マジな。嘘だろ。え？あ、まあそれもね、能力といえば能力だわ。あ、本当ですか？え、いや参ったな。ほら今みたいに一瞬さ、いいって感じで盛り上がるさ。僕そこ求めてないんですけど、まあいいんですけど。ああいうそこ狙っていこう。本当ですか？モーリーさんはいかがなもんかなと思うけど。 あ,あいつも、あの神経無神経やろだか、らあいつは。<laughs> まあ、いいですけど。はい。あ、いいですね、いいですね。<laughs> この言葉、キモいわって言われてるよ。は <laughs> い <laughs>、やばいっすね。<laughs> いいですけれど、<laughs> はい、久しぶりの三分トーキングでしたよ。ね。あのー、さっきも言ったけどね、今日ね、あのー、五時ぐらいに。うん <laughs> あのー、守谷さんと一緒に車で来たから。 4時ぐららいいかここれ作作り始めてっうん、うん、っちで作ったのいまあいつも10分ぐらいでできてんだけどもうよく3年間毎週毎週こんなものを作り上げてきたな自分って改めて思ってですねまあなすごいなって思ったいやだから200話ぐらいあるわけですよ <laughs> いっぱいあるだからあなたの場合ね、あのー、やってないものもあるわけですから。 うん、ああそうそういうことね本当にこの作ってる間はさ「うん、なんて素晴らしい天才だ私は!」って言ってこれを今ラジオで。 今日流してしまったら、どうしようっていう不安にもかられるわけ。<laughs> <laughs> あんまりにも、そのはないやんなん。素晴らしすぎて、どうしよう、<あー S 1> これさ、多分誰かがパクるなと思って。<laughs> あ、そしたらさ、今はさ、発表しないでさ、何か自分の素晴らしいタイミングで。大きな劇場で発表した方がいいんじゃないか、これは貯めて、やら、今日はやらないで置いた方がいいっていうストックもたくさんあるわけ。出せや、それ、早く。本当に。惜しむな。だけど、発表した後に、改めて夜とか、別の日で、これ見るさ。はい、はい。すごいクソだなって。思う <laughs> ラブレターと一緒だよだからそれ <laughs>。夜変えたやつ朝見直したら恥ずかしいみたいなことでしょ。なんですけれども、うん、ああいいよセミが一番うまかったねって言われてた。だからよ、俺ビビって、セミ <laughs> セミ？セミうん、あまりにもそあのそのシュで来ると思わなかったもんですから、最初の暑い夏の日のタイミング取りづらかったです。はい、<laughs> 分かんなかったっす。<laughs> <laughs> もうだいたいこれでいくわけですね。<laughs> もういいよ分かったよだから前のは。分かった分かった。分った <laughs> <laughs> 何出てきてんだよだからこれ。<laughs> ということでお久しぶりですけれども森屋さん最近何か面白い話があったということで何が何かないですか急に入るわけ急にセミから何かわからんの挟んで急にみんなこれ BGM だからジングルだからセミそうだったんだごめんごめんもう一回やるもう一回。始まりましたね 話していいのどうぞ <laughs> 誰もついていけてないやし <laughs> あこの前ね、うん、あの3名にお願いしていたっていうのかな、うん、もうな10年ぐらいになっちゃうかな、うん、お願いしてたことをずっと歌詞、えー、っ,っていうところを回ってきて、うん、集大成だったから。うん 今週のやり方っていうのは、うん、最最終的なものをやって、三、うん、名が海岸するっていう瞬間を見たわけ。難しいかな海岸っていう言葉を聞くと。第三の目でしょ。そう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 。うん、こっちの目が <laughs> 天津飯みたいな。わ <laughs> かりやすい。<あー> <laughs> <laughs> うんそうそうその人たちが三名とも同時に海岸するっていうことを一応ね実証しに行ったっていう形かな。うん、でその人たちっていうのは。 不思議なことにねな、うん、神様名っていう名前のがあるわけ。神様のところに行くときに、名前っていうのがあるらしいわけ。<ー>その人たちの名前って音なのよ。音。<ー>聞いたことないでしょそんな話。ないない,ないないない。みーとか。ああ。ああ、とか。ーとかの <laughs> 私の名前は <laughs>。<laughs> <laughs> <laughs> 今日も初めまして、もう。<laughs> <laughs> 私はしゃべりにくいな世界？なって音で表現するっていう名前があってこの3名にはその人たちのやり方とか見てきてすごいなと思ってね感激してた日があってあまりにも自然的なもの超自然っていうのを味わって2時間ずっと立ちっぱなしで。 太陽を見てたらなんとその太陽を写したんだけどね写真にそう,そ,う,そ,う、うん、そしたらさ花びらが写ってたのよ太陽に花びらが意味わかるかな,かな、ね、太,陽太陽が中心であって、うん、花びらへーひまわりみたいなそ,うそ,うそ,うそして輪っかがあって一直線の光が通ってるってやつ、うん、そういった写真を見てすごいなって感激しながら でそういった超自然的なものって味わったことあるえ超自然って何普通があるものが超自然じゃなくてうんその瞬間っていうやつないないまず言ってる意味があんまり分かってないそうか、うん、日にちも決めて、うん、で時間も決めて方位も決めて、うん、で集約する人たちをちゃんと連れてきて、うん、でアイテムが必要っていう形で、うん、みんな集めるのよそこにその場所だけに、うん、で時間も。うん その2時間だけっていうやつっていうのを何十年か前からセッティングしながらでその日一日だけを目標にしてやったのねでそれが一回きりなのよ人生の中でその人たちのもうないのその日だけこの森谷さんが今言う人生っていうのはさ今のこの80年の人生なわけじゃないんだよね千年単位の人生でこの。 千年ぐらいの人生の中でこの日しかなかったんだってああ、その千年ぐらいのタイミングがたまたま今年最近開眼してもう目が閉じてしまってる分からなさまっそうだ開眼しないといけないだんだん小さくなってえー難しい話だなうん でそういうのをやってきて体験してきて楽しかったってことね、うんうん、あじゃあさこのさ1,000年ずっとさ、うんうん、生きてきてこの日のためにっていうことはさそのさ1,000年以上のあと何百年もあ何百日も何百年も後のものは知らない嘘だって私がその,その時って実証されるって言ったら、うん、ほら肉体がある時でしょ、うん、その後って知らないじゃん 生まれ変わりがどうのこうの言われたとしてもね。そうなんだ。うん。だから、その日だけのチャンスだけで、その2時間その場所ででみんな集まってきて、それでうん。超自然的なものを体験したっていう形。私、あのこの言える範囲でいいんだけど、うんうん、何をしに？まあそもそもそこに行ったわけ。えっとですね。うん、私の中では、うん、えっと。ばあちゃんから引き継いでる。 ちょっと呪いに関するものでね60年も経ってるのねそれをクリアにするためにどうしてもそのうー超自然的なものに対してうん何だろう実感しないといけなくてでそれでお願いした状態で一緒に一緒にやりましょうっていう形で3人にそうそうお願いしてもらってでそれを実感してみてで60年間の呪いっていうものに対してクリアにするためにね。 もう今行っていいのねダメか行っていいよクリアになると思うからううん聞いたことあるかな関さんおんぼ幽霊って聞いたことあるえっおんぼうんおんぼ海中道路のおんぼ幽霊っていう聞いたことあるいや僕はないですけど有名な話ですかこれ句なのよえっ これね実際にあった話なんだけれど、はい、とってもキンクなことなのよユタさんたちからするとそうなんですかだからそれを喋りたくて喋りたくてしょうがなくて、はい、だけれどあの喋っちゃうと人が死ぬっていうなんか都市伝説見えたものがあってやめましょうやめましょう。やめましょう <laughs> 今使うんじゃねえのかそのピコパンポンよ。<laughs> <laughs> なんでなんで紙叩いてんだもんよ。セミいいよセミは。セミいいんだよ。<laughs> <laughs> ええなんですかそれ。うんうん、あの人になんていうのか話すときにはどういうふうに話したらいいかっていうのがあって、うん、それをクリアにするためにな、ね、今度の件であの三名にお願いしてもらって。えーうん、な要は呪いをこの呪いを解き放つっていうのかな。 はいうん、それを実証するために参加したのよ今度の件であじゃあもうおんぼ幽霊の呪いは、うん、OK になったわけねそうどういう幽霊なのえっとねおんぼしたまま自殺したのねあ、おお <laughs> おお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 おさんがね <laughs> あそうなんだ、うん、そう それから始まる話なんだけど、60年前の話なのよ。<え>結構最近だね。ね戦後すぐぐらいだな。<laughs> そうそうそう。だから、その話はしたくてしたくてしょうがなくて。この目の輝き。そう,う、ね。開眼してますね。<laughs> <laughs> 完全に今開眼してます。<laughs> そうなんだ、うん。あの、自殺する時にね。うん、どうしても、なんだろう、今はね。 ただ手を引いて自殺するっていう形なんだけれど今はそうなんの <laughs> そんな今のスタイル知らないですけども <laughs>、うん、<laughs> その60年前にその人がやった行為っていうのはおんぼしたまま海に入信して自殺したんだけれどその赤ちゃんを連れたまま瞳悟空ごく的なもので自殺しちゃったのねそうすると呪いってすごい100倍になるらしくて瞳悟空ごくっていうのは 要はそ,のその赤ちゃんを犠牲にして呪いをかけるっていう呪法があって<ー>それによってもう100倍的なものでもう確実に人を呪い殺すことができるっていうやつでそれはもうばあちゃんからうちのばあちゃんがやった案件から始まってるんだけれど、うん、関わりはね、うん、それの時に小学校の時だったの低学年の時に、うん、ある日呼ばれてあのばあちゃんの上沢に行くと「うん もう今死ぬよっていう人が骸骨の人がねうもうなんてうの壁に寄り添って、うん、助けてってずっと言ってるのよ<う>で私は呼ばれて<う>あ,あやってちょうだいって言われて<う>あやっていいのみたいなでその人っていうのは精神科の先生から依頼された人で<う>ばあちゃんに<う>で珍しいでしょユタさんに逆に精神科の先生が依頼があるっていうやつ。 その依頼が来て、うん、その人はタクシー運転手でお、うんぼ幽霊が出るっていう話で、うん、駆けをしてそのおんぼ幽霊を乗せちゃったらしいのね<ー>っていう有名な話があるわけその人は呪い殺される前にあのばあちゃんのところに来て助けてもらいたくて、うん、あっおんぼ幽霊に呪い殺される前にうんう でそこからが私とのなんていうのかなうーでその方は、えー、と半年間で治っていただいて、うん、あの普通に生活ができるようになったんだけれど、うん、半年もかかったのねその人でも、うん、すごかったのよもう骸骨でさ、うん、もう明日死ぬんじゃないかって本当に顔してて、うん、その人が半年後生きたっていうことを聞いた時にああよかったねって。 いうぐらいの呪いなのよそもそも誰に向けてのこの人見極的な呪いだったわけ旦那さんああ。なんで俺指すんだよやめろよいろんな意味でやめろよマジで褒めるのが下手くそだったのかなああ、それは問題おいやめろよすごい有名な話でねこれって意外と だからそれをんか喋りたいんだけれど喋れない時期が多すぎて喋ると人がやっぱり人心的に死んでしまうということが多すぎて一旦止めてたのよ。で今に至ったんだけどね元内容あるんだけどごめんね。こんなにさ あのー、旦那さん一点集中型じゃないさうん、うん、最近さうん、うん、ある人の話を聞いててびっくりしたのがお母さんもお父さんも亡くなっていておばあと今2人暮らしなんだってそれでおばあがもし亡くなったとしたらもうね自分はね多分ね世界中の人を恨むと思って言ったわけ。 とっても仲その人が仲いい人と一緒に話を聞いてたんだけれども一番仲いいあなたをすぐ一番に恨むと思うって言ったわけもう多分ね本当に1人になるって恐怖分からないでしょって言われてだからさこれってさすごいなって思ったわけうん、うん、あのもうさすごい怒りとかさあのいろんな自分の気持ちがいっぱいになったり 悲しみが満杯になるとその人集中じゃなくて全部にそれが向かうんだなと思ってこれもちょっと呪いの始まりでしょそうだねうん関さんって、うん、人のことを、うんはい、こいつ転べばいいのにって思った時ってあるいや結構今結構下がりましたけど <laughs> そう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 言い方としては、うん、いや、まあ、正直言うと、うん、小さい時はありました 小学生とかそれって転びましたいやそんなことはなかったような気がします僕はやっぱり意地悪されたら「なんだよあいつ」とか思って変な話本当に転んじゃえばいいのにって思ったことは正直ありますけど別に転ばなかったですし呪いい方が足りなんだよまあでもそうなのかもしれないね日日ぐらいいってううかん 嫌なことされたらあいつ滅べばいいのにで終わりぐらいの感情はもちろん思ったことはあります。<も>現実的に倒しに行ったってことはないの？現実的自分の手でそうそうそう自らの手でないの？いやないですねないですね、はい、はいはいうう <laughs> あった方がいいけどねミキねあのー、呪うことよくあるよ。は シネパインがねいいクッソだよよく言ってる。いやいやいやまあまあまああなたらしいちゃあなたらしいのかもわかりませんけれども。<laughs> なんかさはいはい。ミキがさあの呪いがかけやすい人っている？いる。うん。あの呪いを成就させやすい人。うーん。なんだろう。受けて側？それともうんどうんうん、どっち？<ー>受ける側？ 出す側出す側出す側の方だけど今思ったのがミキさ自分の呪いがさ成就しやすい人と思ってたわけ小さい時からあのさ幸せな方向にも思いが伝わるけど悪い方向にも思いが伝わるからどっち使おうかなってずっと小さい時から思ってたわけ使いようだなって思って死ぬまではちょっと大変だからそれで前で出とめようかなみたいな。でななんか幸せにり 期待とか願い事もんー結構ねあのやり方があってで、ね、なんかいろいろこちら辺とかでやってたんだけどそれをやると結構叶ってきたわけよ。そうなの？だけど今思って考えたのがその逆もいろいろあったんだなと思って。ああ<ー>。出しやすい人って結構受けてきてんなって思った。ああ<ー>。いろんな人の。 ああ。だから今。だから今人生ダメだったんだ。って受けまくってるじゃないか。出せよおめえもやもうとよ。今わかったわ。そうなの。受けまくってる。いや、わかんないすけど。みんなあるっしょ。でも、そういうの。多少なりとも。なんか、そういったマイナスの部分っていうのも、ほら、宝くじとかさ。 なんかそういうのに向けてほしいんだよね、基本的に。そうだね。願いが叶うって言うんだったら、マイナスの部分を。何だろう、お金ってマイナスじゃん、イメージからするとね。そうなの。そう、意外とマイナスイメージなのよ。金持ちって嫌いじゃん、みんな。いや、好きだよ、買ってくれる。んだろう。これは嫌い。そういった形でね、あのマイナス部分をちゃんとそういった。要約して、ちゃんとなんていうのかな。 お金の部分に、吐き捨てればいいんだけどね。うん、ああ。変換としてね。宝くじそういう意味でも買うみき。うん、どういうこと。宝くじ売り場に。悪いことを捨ててくるっていうか。うん、今は。ごめんなさいね。はいはい。表のポスターが急に剥がれたんで、ちょっとびっくりしちゃいました。<laughs> <laughs> よや、馬鹿。おお、と思っちゃった。<laughs> そりゃないろんなあるで。 たりするわ、いるよね、うん、なんか敵が消えた,た成就されてるか <laughs> <laughs> あの方向から成就されてるか知らないか、もっと <laughs> ごめんね、話食べて <laughs> いいね、あのー、優しい呪いだねそうそうあこのカレンダーが剥がれるぐらいで成就されちゃう <laughs>、うん、剥がれて俺が驚けばいいのに誰,誰,誰,誰かに思われてんだと思って前田,前田さんだな、多分ろ、うん、この方向から言うと張り直しさせるからな <laughs> やめろ、うん いいけれどそんな強い思いをやって自分の子,、うん、子供まで巻き添いにして欠、うん、けた呪いってすごいねそこまでね人を憎むっていう瞬間っていうのかな、うん、それを力に変えるっていうのがね 不思議でならなくてそれじゃ違うところ方面にね向ければいいし本当だよね怪獣道路あんな綺麗なのにさいろいろ自殺のさあれとかいっぱいあるよねもう何か知らんけどレインボーに輝いちゃってるけれども何が輝いてんだろうな分からんよな本当。なるほどねあるねこのさ子供を背負って 死んだ後って、うん、多分そのまま残ってるさ、うん、自分の手で下したっていうことになるの、うんこれがね一つな,なってたっていうことを聞いたのよ青年会の人からの話で、うんうん、その遺体を引き上げる時におお 昔はもう遺体を引き上げるときに、そんな専門の人がいないもんだから。青年会の人たちが合わさって、襖を二枚重ねにして運んだっていう、いうのね。<ー>で、あの田んぼの道を、あぜ道を歩いてたもんだから、滑って落ちて。初めて、何かが肉にかぶさってるっていうのが分かって。で、その時にはあ。ラクダじゃなかった。みたいな。二 <laughs> こ部じゃなかった。<laughs> <laughs> そうそうそう<ー>赤ちゃんが埋もれてたっていう話でねその話もせ後で青年会をやってた人から聞かされてああんでこんなにまでね一回ね関わっただけでこんなにまで大量に関わらないといけなくなるのかなっていうことがあそうそういう嫌な思いをしてねあそう、うん、情報がいっぱい来るんだけれど、うん、もう何て言うのかな 人間のの集大成っていうのかなそれをけがされちゃったもんだから、うん、どうしてもね引き剥がしたいのよ結局殺人者である母親からの綺麗な子供を引き剥がしたくて、うん、あもし道があるんだったら、うん、あ,のあの世とか、うん、天国があるんだったら赤ちゃんの方を離したいのよ、うん、私は、うんうん、それの話で60年かかっちゃったわけ。<あー> <laughs> 悲しいね。結局じゃあこの旦那さんには呪いは届いたの？この話もすごい話はあるのよ。それも関わったもんだから。話していいのかどうなのかが分からなくてね。まあいいよね。それはいいよね。うんうん。いいですいいです。どうどうね。いや最近の夫婦生活どうね。夫婦生活よりも何よりもなんていうか。何。 いろいろ。忙しい。くねくねしすぎ。<laughs> 言えないっていうことをさ、<laughs> 全身でアピールしすぎだわ。<laughs> ちょっと今、<laughs> みたいな、<laughs> あの。手も、手もくねくねさして。<laughs> <laughs> 気づいていただいた。わ <laughs> か,かりやすいわ。<laughs> そうなんだね。<ー>こんなに世界は明るいのに。 こんなにとかいうね恨みが得意ですって言ったら私が言うんだけど <laughs> そう,そう私の恨みなんてちっぽけなもんなんですよ本当にちょっとのさきっかけだったりするからね、うん、旦那さんがちょっと浮気したとかねそうそんなものさ広い目で見てみればどうってことないけどね視野が狭いよね狭い目、うん、が小さいって意味じゃないんだよ分かってますよ、うん シェアが狭いんだろ CM 行かないの CM 行くどうする行って行って CM CM 面白いねいやいやいやじゃあメールも一件なんかあ、本当ありがとうございますおお一世さんだねありがとうあー ほかは全然見当違いなこと言ってるけど <laughs> 今日はポンポンないのあるよプンプンはね最後の最後でぐらいでしかねやらないね <laughs> プンプンができたことによってコーナーが一個増えたから結構ねやりやすいですよね <laughs> こっちとしては課題増えるわどんどん埋まるからよう何でもいいんですよプン <laughs>、うん、いいやプン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 ね、うん、あるぜプンプン。 あ、嘘。プンプンプンでも、森谷さんの話の後に、俺のプンプン言ってもな。いいよ、そこがいいんだって。<laughs> <laughs> す,すぐ解決できそう。いいよね、その方が。うちの旦那、今日は寿司食べてるはず。<laughs> うん、ああ、六時から嫁がでっか、どっかに出かけやがったっ。そうそうそう。<laughs> うん、寿司だぜって言って、喜んで。寿司 <laughs> <laughs> 今度から言われないかな出かけないのか夕ご飯時間だから男女さんに相談したらしいああ、そうそですよね寿司だぜって言ってたいいっすねそれあ、もうモリリンに旦那がいたわーおって店頭さんが言ってるよあ、いますいます やっマイダーリンがいますマイダーリンって言葉もどうかと思うけどやっぱりこの時間の漂流にはなれんなーって一番慣れてないの俺のから本当だよあ、そろそろですね何をしようって言ってるんだけどメールねはいどうぞはいもうこそろそろ後半戦ですけれどもここにも一人えー なんていうの雰囲気を読めない人からのメッセージが届いていますので <laughs> 紹介してもらっていいですか紹介したいと思いまお願いしますどうも SPC からサラマンダーと言います <laughs> もう空気読めない人代表ぐらいのねそうねクソ真面目な上間一生さんです、はい、ありがとうございます <laughs> ラジオを聞けないので噛で当てるともうここからダメです全く空気を読んでないですね <laughs>、はい、きっと昨日の永遠の一秒の話されているんじゃないでしょうか その話題終わりましたか。たまたまミキさんと館内でお会いしましたが、一つだけ言いそびれたので言わせてください。ポニーテール似合ってましたよ。以上です。バイビーということで。<laughs> はい、何点でしょうか。ええー、二点ですね。ありがとうございます。その時に家やって感じだし。はいはい。ええー、全くすみません。A. N. 一秒の話してませんでした。<laughs> 私昨日見に行ったんですよアシビナーでやってて舞台「インヘリット沖縄」というものの3部作で、うん、うんとこれの最終はですねあのミキがねよく即興芝居で一緒だった福地涼君っていう人がいるんですけど、うん、これが主役で、うん、3部作頑張って最後っていうか見に行ったよ。<お>素晴らしかったんだけど涼、うん、君は平進、うん、さんが出ていましてあの沖縄の喜劇役者というか大御所の、うん。はいはい あれ素晴らしかったなあ,<ー>あの人とっても美しかったしあの白い衣装の着物着てさ白いハットをかぶってやってたんだけど立ち姿っていうか舞台映えもすごくするんだよねもうミキなんかすごいね上から目線で行ってるけどいやいやいやいいと思います素晴らしかったあの人うん、うん、小柄なんだけどとっても大きく見えるわけ舞台でし、あのー、多分現代劇ってそんなにやられてないはずなのにやっぱりね何でもできちゃうんだろうな 素晴らしかったね。久しぶりにマイケルジャクソンと思ったぐらい素晴らしかった。<laughs> そのぐらいあなたには素晴らしく見えたわけなんです、ね。あの人の最後の絶叫を見ただけで。うん、あのー。六千円の価値があると思った。<laughs> 値段まで、うん、なるほど。今頃ね、六時からだから。この千秋楽始まってると思いますけど、アシビナーに。まあ、勇気がある方は今行ってみたらいかがでしょうか。うん、だいぶ過ぎてますけど。もう終盤だと、うん。<laughs> 確かに勇気が必要ですねそれね <laughs> ということで今やりました伊勢さんありがとうございますポニーテール最近ねあの似合うって言われるねあそう俺、うん、なんで今日はいつものスタイルなんですか幽霊っぽいでしょ <laughs> それはまあそうですけどそういうテーマだったんだ, <laughs> だからなんで赤い洋服つけてると思うあああチーっぽいでしょ <laughs> だからだからだったんですね、すみません、言っとけど朝とジーパンも違うからね、それは知らんけどあ、そううなんですすね、はい、ありがとうございます、えー、ミーキーが一緒に写真をお願いした3人目の人だよねということで、平進さんに写真撮ってもらったんですよ。<あ>うん、いいですねねもうねミキーね知らない人とかとさ、ライブ見に行ったとか、芝居見に行ったと,と写真撮るの、別に興味ないわけ。うんでも、この人、まずい生きてるうちに撮りたいと思って<あ>。<laughs> まあでもそのぐらい思うの人なんですよね <laughs> 今を逃したら会う機会ないかもしれないしって思ったんだけどねちょいちょい会うわけみき太郎進さんと前芝居見に行った時も隣にいたうんで誰ねって言ってお嬢さん誰か知り合いが来てるのって言うた縁があるねあるねそのうち一緒にお仕事できたりするんじゃないですかやりたいな生きてるうちにだからそれ,そ,れそ,れそ,れそれ余計なんだよだちょっとまあいいけどよ別に <laughs> ということで写真撮ったんですよ 素晴らしかったよ、うん。ミキも可愛く写ってたからね。<laughs> あ、そうそうそう。なんです。<laughs> 納得の写真だったんですね。納得な。ああ、良かったじゃないですか。素晴らしいね。なんかね、この全然なんかさ、生きてる現実とあの世の狭間に生きてる人っているね。ああ、そんな感じなんだ。そう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 。うん、すごく何十年も生きてるし、うん、あの舞台も声も通って説得力あるんだけども。 なんかゆらゆらしてるっていうか、うん、なんか色気があるっていうか、つやつやしてる感じだった。うん、すっごい褒め言葉だね。すごい褒め言葉よね。うんうん、見習え。え、ね、なんでつやつやしてる？<laughs> <laughs> あなたの顔つやつやしてますのでよろしいんでしょうか？<laughs> 違う。死んでるような雰囲気ですね。怒られるようや。<笑><笑>ますます怒られるようや。 と縁もたけなはもうそろそろこの時間なんですよ。<ー>なんということでしょう1ヶ月ぶりの漂流ラジオだったんですけれどもこの人はプンプンこれを聞かなきゃ皆さん夜が迎えられないんじゃないですかね金曜日の夜、はい、今日も行ってまいりましょう準備はよろしいですか はい、ああないね、ということ。<laughs> ええー、ご飯食べ中の皆さん、すいません、しばらくお聞きください。正規プンプントーキング。はい。ご無沙汰してますけどね。いや、本当にね、なんかあの。会社の対応、人への対応って大事だなと思うんですよ、僕は。あ,<ー>あの、この間。あの。 まあ、僕いろいろ支払いを一つのカードにまとめててそのカードから引き落としされるように光熱費、家賃いろんなのがそういうのねカードにお金入れて準備するんですけどたまたまその先月カードの引き落としがたまってて、てそのカードにお金を入れるのをちょっと金額をミスってしまったために引き落としができない会社があったんですよ。 えと額でいうと3500円なんですけど <laughs> <laughs> まあそな超微量な超微量っていう金額っていうとまたそれ言うと5弊あんだけど3500円なんですよ <laughs> で、ね、まあ3500円といえども引き落としする会社にとっては大事なお金ですそれを僕が他の引き落としで引かれるのにちょっとわ分からずにお金を足りずに入れたのが僕が悪いんですけど。うん でその会社から電話かかってきまして、ねあでで、取れなかったんですよ、僕あの、ラジオ中だったんで、本番中だったんで、うん、そしたら、あのー、多分携帯の番号でメールできるんですね、ショートメールっていうんですか分かんないですけど、で入ってきて、うん、どこどこの誰々ですで、お話があるので電話くださいって書いてあったんで、あわ分かりました、じゃあ、ちょっとこの後何時になったら電話できるんでと思いながら、その時間になって電話かけたわけですよ。そしたらあ、イラさんですか 女性だったんですけど <laughs> 実はもう先月分ちょっと引き落としできてなくてみたいなこんなテンションなんですよ、はいはい。すみません、実はちょっとこうこうこうでカードの引き落としが重なってしまってみたいなことを言ったら、あ、そうですか、分かりました、3500円いつまでに振り込んでいただけますかっていう話になったわけですよ。あ、それはそうです、それは当然ですよね。分かりました、じゃあ、えー、っと、僕明日、明日もう3500円。 あの明日すぐもうお支払いしますって言って口座番号を聞いて「でじゃあすいませんでした」って僕が「すいませんでした」「明日払いますね」「失礼します」っていう言葉だけをあと僕は言うだけだったんですけどあの向こうでああ「じゃあお願いします」「もしもし」ってやるよったんですよ。僕の電話が終わってないのに向こう「もしもし」って別の電話を取ってもう話をしているわけなんですよ。 僕、それちょっと嫌だなぁと思っちゃって、<ー>今日三3500円、一応払いました <laughs> <laughs> ビビ、ビビってるから、ビビってるから、一応、<laughs> 払わないかなと思ったけど、一応払いました、しっかりして、ただ,ただですよ、上條さん、お昼過ぎに払いましたからね、朝一払いませんでした、ななんでこれここれ、一番のドヤ顔、今日 <laughs> 意味が分からない午前中、抵抗したんですよ。<laughs> そんなことがあってだからまあまあ僕は悪いんですけど一応その電話で話している向こうで「はい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 もしもし」なんてされるとちょっとあんまよくないよって言いたいわけ遠回しにそういう言いたいわけですよっていうプンプン話でした僕は悪い話なんですけど。本当にしょうもなないいプンプンンだ千千年千年の時を <laughs> <laughs> はい 1000年前、稲作の見払いから始まってはい、そうそうです今、因縁を晴らしましたね今もうやっとおめでとうございます僕も海岸できました素晴らしいありがとうございます人生考慮やったぜどうですかコメンテーターの森谷さんあ今日なんか同じような話聞いたような気がするあ、嘘ミキからコンタクトの話ああ、あなたもそういうあなたももしかしてそういう系ですか10年以上の私顧客ですよ何ずっと はい、愛用していたコンタクト会社から1か月滞納していたということで、はいえー、ブラックリストに入れられそして私縁を切られましてです <laughs> <laughs> こんなもんだったのかって10年以上も愛着していたのにやはり私とあなたはあの仕事上の関係だったんですかと思って <laughs> 何回も電話もしたし <laughs> 印鑑とかのやり取りも書類のやり取りもいっぱいしたのに <laughs> あ人って仕事になるとこういうもんかって思ってね 永井さん、私新しく10年以上ぶりにコンタクトを変えまして、あ、そうなんですか。はい。二段階二年前上がってまして、今倍以上のお金を払ってますけれども、素晴らしいコンタクトと巡り合いました。ということでメニコンさん今までありがとうございました。何ですか？何ですか？出すなやから名前。びっくり。言う怖いわこいつマジで。永井さんやっぱり一回の支払い遅れが。 こうやって亀裂を生むんですね,ね人と人って一回何かをやるだけで関係ってすぐ壊れちゃうねそうだ気づくときはお長く時間かかるのに離れる時は一瞬ですねそんなもんです <laughs> 呪いかけていきましょう、うん、俺もかけたいと思います <laughs> <laughs> さあ今日はもう本当に久しぶりで約一ヶ月ぶりぐらいなんじゃないのもしかして漂流したいって言ったんだけどさミキができなくていやもう僕もちょっとできなくてセイさんがねはぁっつって逃げるやーってお前と月に一回くらいでいいわっつって話してた弱い弱い弱いかかからんかあなたには絶対僕からかけれそうにないですねそういう意味ではだってほらセイキさんさ って <laughs> うわぁ<ー>セさんの第三の目は頭にあるから頭にあるの？うん、そこから光が輝くから今から開眼してくるのかな開眼してるからバカ <laughs> お前閉 <laughs> めなさいよ早くも <laughs> じゃあこれからもあれねオンボユーレよろしくお願いしますね怖いわ <laughs> 思い出しちゃうわ <laughs> 結局残高不足はダメよって話よねって 戦闘頑張ろうかいさんが。そういうことです。話聞いてたか。今の何。何三秒でまとめられた感じ。な。でも、合ってる場合。<laughs> そうなの。ということで、皆さん。今日もありがとうございました。えー、夕方のひと時、もう。これで終わりですから。あとは、週末。今から三連休楽しんでください。うん、はい。お相手は上条美希と。平見の正規と。守谷でした。と。 コンボ幽霊でしたしない <laughs> やめろよなんでこっち連れてくんだよやべえやつなんだろそいつ森谷さんでもすぐ時間かかるよなんでよラクダコンボだからやめろよか文句言うなよそういうのにおいい<ー> <laughs> じゃねえよ <laughs> じゃあまたねバイバイ